り行くか。二人とも今すぐ神ハウスに帰ってくれ。あいつの強さを思ってた以上みてえなんだ。新人潰しかもしれないぞ。37っておっさんじゃないのか。知らなかった。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。ジータはオラと戦う約束をしたんだ。邪魔すんなよ。とことんやりてえってことか。なんか俺がなりたかったヒーローと違う気が。悩みっていうか、マジっすか。ものすごく強いやつと戦ってるっつうのに、なんだかワクワクしてきやがった。知らなかった。37っておっさんじゃないのか。新人潰しかもしれないぞ。俺がなりたかったヒーローと違う気が。お前には肉体があっても18歳までの記憶がない。俺には記憶はあっても肉体がない。教えてやりたい。俺にとって今のタダバンリが今のでも結構遠慮したつもりだったんだけど、あの時はまだはっきり答える自信がなかった。お前には肉体があっても18歳までの記憶がない。俺には記憶はあっても肉体がない。教えてやりたい。俺にとってこの出来事をきっかけにリンダへの気持ちは抑えようもなく強くなっていった。まだ俺はリンダとナナ先輩には話していない。どうしてずっと黙ってるんだ。高校の同級生だったことも、入院してる時に会ったことも。
お客さんだぞ。全力で行くぞ。自分の強さに自信がありすぎるんだ。そのせいで隙だらけなんだよ。半年以内ってことは明日かもしれないし今日かもしれないな。俺は趣味でヒーローをやってるものだが、一身上の都合によりお前らをぶっ潰すわ。おめえならあいつらのこと詳しいだろ。なんかいい方法はねえのか。たった一日で一年分の修行ができる部屋が神様んちの神殿にあんだ。とことんやりてえってことか。とりあえず行こうぜ。貴様の正体は何だ？おお、あっさりとまあ。だからお前の体重も10倍になる。ここは小さな星だがすごい重力でな、お前の星より10倍ぐらいあるかな。おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。ほらにゃ鼻くそをほじる力。あの時はまだはっきり答える自信がなかった。リンダへの気持ちは抑えようもなく強くなっていった。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。ステージ。
尾だ。こいつにも尻尾がある。参ったな。もっと強いやつまでいるのか。うまく精神集中できるだろうか。ほら、そうだった。毒を起こしてくるからの。やつの尻尾を強く握れば。いい運動になるぞ。よし、わしについてくるんじゃぞ。ご心配ご無用じゃ。ちゃんと二人に運ばせますから。この箱を一つずつ持つんじゃ。牛乳配達をするぞ。お前が冷たいの。遊びに来いと言わには今度だから。悪には違いないが、昔のようなずる賢い粗暴さは失せているように感じる。が、超神水こそは本物の神の力が宿る水。良いな。敵は想像以上に強力な悪人たちだ。一瞬の油断も許されんぞ。では早速始めるかな。以前は宇宙も18あったんですよ。ほんのわずかでも禅王様のご機嫌を損ねれば。ご心配ご無用じゃ。ちゃんと二人に運ばせますから。一日で1年分の修行ができる部屋が。パワーもスピードも回復力もすげえぜ。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。その方法しかねえみてえだな。もっと強えやつまでいるのか。見えてきてるらしいな。ほら、おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。でもオラだってもっと強くなったって思わねえか。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。今度ばっかりはワクワクしねえよ。恐ろしくてよ、ガタガタしてら。おめえみてえに非常に徹するなんて。パワーもスピードも回復力もすげえぜ。そうはさせねえけど、二人が組むってとこまではいい考えだ。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。不思議だ。ものすごく強いやつと戦ってるつもり。
なんだかワクワクしてきやがった。たった一日で一年分の修行ができる部屋が。そう言うな、修行にいい場所を知ってんだ。分かんなくなってきた。20倍にまでなんとか引き上げるしかねえか。体が持たねえかもしれねえが。だがあいつが言うように、今のあいつの力が本当に 50% のものだったら、なんてスピードだ。何も見えなかった。完全にどうしようもねえ。おい、悟空、しっかりしろ。僕はいくつくらいなんでしょうか。そう言うな。おめえらも随分強えけど、オラたちの勝ちだ。と修行積んでこいよ。もしかしたらフリーザがいるかもしれないけど、シェンロンを呼び出す合言葉を最長老様に聞かないとどうしようもないからな。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。でもオラだってもっと強くなったって思わねえか。お前食べろよ、遠慮なんかするなって。新人つぶしじゃなかったのか。数値とかデータで提出できると思うんだけど。俺、最長老様のところに行ってくる。なるべく気配を殺しながらな。すぐ近くなんだろ。あ、ここも開かないな。そのせいで隙だらけなんだよ。俺、その奈々先輩のバイトやるわ。どんな仕事でも作動部の障害よりはマシなはずだ。うざいだろ、高校の束縛壁。あの、もしかして俺余計なことしましたか。
事故のことをリンダ先輩に連絡して心配させちゃって。考えてもみろよ、こいつはもっとチビの頃からみんなと同じように戦っていたじゃねえか。野菜かなんか作ってあったじゃないか。ハンマーヘッドならあっちに行ったけど、全裸で。俺は桃源団の仲間じゃねえよ。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。ものすごく強い奴らと戦うっちゅうのに、なんだかワクワクしてきやがった。オラたちも修行して待ってんかな。おめえはオラには勝てねえ。戦わなくてもわかる。おめえらも随分強えけど。俺は桃源団の仲間じゃねえよ。見事だ孫悟空。ものすごく強い奴らと戦うっちゅうのに。よいな。敵は想像以上に強力な悪人たちだ。一瞬の油断も許されんぞ。軽いだけではないぞ。素晴らしく丈夫な布で作ってある。少しぐらいの攻撃など跳ね返す。こしれぬ強さを持ったやつじゃ。しかも心は水晶よりも透き通っておる。あんなやつが下界におったとはのう。何度もくどく言うようじゃがな。おめえはよ、自分の強さに自信がありすぎるんだ。ほら、おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。まあ、仕方ねえか。ん？ベジータ。ベジータ、最後グーから人差し指を伸ばすんだぞ。一つだけでも手に入れておくのが先決だ。